サカラートは日本の競争馬である2005年の東海ステークスブリーダーズゴールドカップ日本テレビ杯、2008年のマーキュリーカップに優勝した判定にバーミリアンキングスエンブレムソリタリーキングがいる場名サカラートはペルシャ語でヒーローの布を意味しまた英語スカーレットの言語でもあるデビュー当初からダートを使われ2歳児に参戦して500万 下を勝っている。3歳児には、芝も使われたが、新山記念4着、アーリントンカップ16着と、震わず、芝の千万下で7着に敗れてからは、ダート1本に絞る。4歳児に、名古屋城ステークスを勝ちオープン入りすると、プロキオンステークスで重勝初出走を果たす。ここでは5着に終わったものの、次戦のオープン戦、灘ステークスでは、レコード勝ちを収める。2005年は当初は、 オープン D 戦で前戦するものの勝つまでには至らなかったが、この年5戦目の東海ステークスで重賞初勝利を収めると、ブリーダーズゴールドカップ、日本テレビ杯と重賞を3連覇した。そして、JBC クラシックでは、GI 初挑戦にして一番人気に押されたものの、タイムパラドックスの4着、続いて、 ジャパンカップダートではエルデッドオリー機場で金引きりに次2番人気に押されたが7着に敗れた。2006から2007年は、計1 3戦するも、連帯を果たせず、柏記念、アンタレスステークスなどで3着入戦するにとどまった。2008年は春に交流住所を2戦で3着入戦すると、休養明けのマーキュリーカップで、約3年ぶりの勝利を果たした。 次戦のブリーダーズゴールドカップでは、名称トーコンの2着と前線した。続く、日本テレビ杯では4番人気で7着、白山大賞展では3番人気で3着だった。2009年は、平安ステークスから始動したが、ブービーの15着に終わった。続く佐賀記念、ダイオライト記念では共に4着だった。その後、中1周で挑んだ、名古屋大賞展では5着に敗れた。その後、 連覇がかかった、マーキュリーカップでは2番手で追走し、4コーナーで逃げるマコトスパルビエロに並びかけたものの、直線で差を広げられ3着に終わった。続く、ブリーダーズゴールドカップでは、人気通りの6着に終わった。白山大賞点では、アドマイアスバルに2馬身離されて2着に敗れた。2009年11月26日付で、競争場登録を抹消し、現役を引退。引退後は、 鳥取県の大仙乗馬センターで乗馬となった2016年9月24日に死去した。ありがとうございます。